皆さんこんにちは。賃貸もさきオリジナルキャラクターのおかずくんです。本日はシティパレス三条大宮パート3という物件のご紹介となっております。まずはこちらが玄関ですね。こちらの玄関には両サイドにしっかりとね幅がございますので、シューズボックスなども置いていただいて、すっきりと使っていただける玄関スペースとなっております。さらに、こちら共用廊下側にですね小窓もございますので、明るく過ごしていただけるお部屋になっております。そして、こちらがですねまずキッチンのスペースとなっております。2口のコンロを置いていただけるスペースやシンクも広々としております。収納の方も上下にこのようについておりまして、冷蔵庫を置いていただくところはですね、こちらにしっかりとスペース確保されております。またお湯の温度調節の方はこちらのリモコンでしていただけるようになっております。そして後ろ側にですね水回りございます。こちらがまずお手洗いとなっておりまして、隣にですねお風呂がございます。こちら、真ん中にね、洗面台がついているタイプのお風呂ですね。鏡もついております。そしてお部屋の方なんですけれども、まずこちらが洋室のお部屋となっております。白をね、基調とした爽やかなお部屋になっております。こちらにはハンガーパイプ付きのですね、クローゼットが1つ付いておりまして、奥のお部屋は和室の6畳のお部屋ですね。はい、こちらには押し入れタイプの収納がこのようにしっかりと付いております。また、こちらの方ですね、マカスクのおすすめポイント、エアコンも1台つけていただいておりますので、初期費用も抑えられて大変嬉しいですね。そしてバルコニーの方はこちら、日当たりも良好な南向きのお部屋となっております。しっかりとですね、幅もございますので、お洗濯物も乾かしていただきやすいですね。バルコニーの方に洗濯機の方も置いていただくような形になっております。最後にマカス君よりお知らせがございます。奈良のもてなし奈良おころ賃貸もさきでは、広報キャンペーン、ネット予約サービスなどさまざまなサービスで皆様のご来店ご予約お待ちしております。ご視聴ありがとうございました。